キュー、サンキュー、サンキュー。なんか私どんな状態で寝てたか分からんねんけどなんか目がむくんどる、目がむくんでるんですけど、それでも画面には映します。私の顔映すぞー、むくんでるけどちょっと寝てただけやのに。ん？ツイッター見てくれた？どうです皆さん、行ったことあるかい？あ、でもあれか、ライブでもしかしたら行ったことある人いるかもね。うん、リプも待ってます、そう待ってます、そう。大丈夫かな顔。川崎市にある川崎市岡本太郎美術館にも内部の似たようなものがあった気がする。おー、つまり太郎氏の世界観ってことですかね。ああ、大阪公演で何回も行ったのに、おお、太陽の塔は行ってない。そっかそっか、まあでも遠いもんな、難波から。しっかり遠いし、そりゃ行かないさ。太陽の塔には申し訳ないけど、ヒール何センチ、それな、あれさ、あのなんだっけ、拡大じゃなくて縮小ってか、何あれ、広角レンズで撮ったからさ、ヒールがさ意味わからんぐらい高いことになってるんやけど、でもあれは本当に高くて10センチはあるかな多分。あのヒールやばないなんか15センチぐらいの履いてる人みたい。よくそこに気がつきましたね。私もうわ、すっごいヒール高い人に見えるなと思いながら乗せました。こんばんは。昨日の真犯人フラグ見た人います？いないか。昨日？おとといか。ドラマがね、どんどんね終わっていくから寂しいね。足細、ヒールやばって思った。それなそれな、めっちゃスタイルよく見えて、あれは。175センチも多分なかったと思うけど、多分詐欺ってません。詐欺ってるつもりは。全くもってございませんので。
こんばんは。万博公園から梅田は、そうだね、なんかどうやって行くんだ、そっからだと。左目に異物混入してたけど取れた。さてと、最初にスタンディングだったからめっちゃ疲れた。あー確かに、ずっとスタンディングってマジしんどいしさ、あれ指定席じゃないんだっけ。ほんと荷物とか危なさそう。全席スタンディングはな、ちょっと座る、コンサートといえば座るのが当たり前っていうか、そんな気がする。三脚にスマホを準備してます。ガタガタ言ってると思います。画面切り替えようっと。切り替えるけど本当になんかまぶた重なぜなら1時間前に起きたからです。あのタイミングでスイマーが、間違えた、配信を終了しますかってボタン押しそうになった。やばい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 、焦る焦る。ラジオ配信をやめて通常配信に切り替えますか。はいのボタンを押すのが緊張する。顔大丈夫かな。スイマー、そうスイマーにやられました。いや、こんばんは。今私は目だけを見て笑ってるでしょうか、笑ってないでしょうか。どっちでしょうか。どっちだと思いますか。って言っちゃったじゃん。笑ってます一応中指取れた声引く中指取れました。最悪です、コンディションなかなか悪いっていう、じゃなかなかって、なかなかのなかなかは何。目が赤いけど大丈夫、どこ、え
最近ずっと目頭が痒い。右だけ。今日も可愛いな。なかなかですか？なら良かったです。なら。ライト真っ白や。ああ、アイメイクしほぼしてないから、濃くないね。まつげも何でも、まつげも上がってないし、ビューラーないし、リップだけ塗っといた。おやす早くない？寝るなしとおだてる。もうやめた。もうやめた。もう何も言わへん。もう何も言わへんよ。本当に本当に、ああ悲しいや。今日は黒ずきんちゃんかな。そんな可愛いもんちゃうで。けどしっかりポニーテールはしてきたよ。さっきラジオ配信中に。みんな仕事系明日。仕事の人はもう寝んのか。いや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 。でもあと10分ぐらいだしさ、そんなさ、まあ確かによ、超盛り上がったさ、今日これがあってさ、なんでさ、って喋ってるわけじゃないからさ、ねえ、だーけどさ、いなくなるのはちょっと寂しいよ。初老なので眠いです。初老だって思うからだよ。若いんでしょ。仕事ですか。そうですか。頑張ってください。ちゃんと起きてね。あ、テロップかい。気は若いつもり偉い。それでいいじゃん。それでいいじゃん。だってもうどこからが年とか分かんなくない？いいよいいよ。何しようかな。頭の中は20歳。いや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 。それはもうそれはちょっともうちょっと精神年齢を上げてもろて、それもちょっと上げてもろて、気持ちは若くってなんだろう。え、なんだろうね。え、確かにむず。気持ちは18歳とかそういうんじゃないもんな。そういうんじゃないもん。やっぱり普通に可愛いね。好きだって。やっぱりって何。やっぱりだ。やっぱりも何だし、普通にもなんだし、好きとかそれ言われてもそれ言われてもさ、なんかさ、髪の毛キューティクルが剥がれとる。サラサラじゃなくて、なんかキューって言うの。キューってキューって。やっぱりナッチ好き。やっぱりやっぱやっぱって何さ。
素直に受け取ってあげて、おうやっぱりめっちゃ可愛いねって何、おうおかしいよ、画質がクリアすぎてリナッチがよく見える、どういうことも何言ってるん、みんな眠くておかしいやん、みんな変やで、え？こんばんは、みんな変やし、それに対してキレキレの、まあ普段からキレキレじゃないですけど、なんか的確なツッコミできひんのが嫌や、嫌や、的確ってめっちゃ言いづらいな、的確、的、て、的、的確、的、的確、的確ってめっちゃ言いづらい、みんなも言ってみて、的確、的確、的確にやっ、え、いつになく画質がいい、いやそれはないと、ただあのライトの当たり具合が、当たり具合では、だってこれこのライトも全部消したらあれだもん、私の、私見せられへんだ、肌でこの何、この今ハイライトは塗った、でこれライトで帰ってきて、でちょっと綺麗に肌が見えるっしょ、でこのライトのおかげでこの目もキラキラしてるように見えるわけだからさ、これ今日女優ライト何個ですか、1個やわ、いつも1個やわ、何言ってんねんおもろ、おもろい的確、的確の方が言いやすいな、確的はちゃうやろ、的確なんだろう、木、木が途中で挟まるとなんか喋るのむずい、木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 って、揺れるアバター、みんな揺れてる？そうだね、ゆらゆらして、あ、もうアバターでさ、みんなも一緒かな、下の方の人寝、もう寝てるもん私さ、もちすけじゃん、その右上ぐらいに座布団に眠って、眠ってか寝てるよ、え、寝てるやん、子守歌状態、え、そう、いやでも確かにあんまり大きい声で話して外に響いても嫌だなと思って、家族おるしだからいつもよりはボリューム少なめで喋ってますよ。寝ていません、分かってるよ、分かってるっつの、え、ねえ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 、256ピクセルって何
なんかさ、ネットで調べてもさ、うまく出てこなくてさ、256ピクセル×256ピクセル、それはサイズなのはわかる。どうしたらそのサイズにできるの？あのスマホでさ、そのアバターを作るのに256ピクセルなんだってさ。でもさ、それをさ、あ、サイズの話じゃないんだ、画質の話？まあいいや、まあいいや。その私さ、パソコンとかさ持ってない、あ、持ってないって、持ってるけど、その絵描く用のものじゃないからさ、まあもちろんスマホで描こうと思ってるんだけど、あ、アバターの話ね。んでさ、で256ピクセル×256ピクセルで提出するらしいねんけど、どうしたらそれになるの？なんかネットで調べてもさ、調べ方がわからんというか、例えばあのパソコンとかだったらさ、256ピクセルってさできるわけでしょ。スマホだとさ、そういう機能をさ、普通だったらないじゃない。あんのかな、なんかピクセルを変えれる、いや、なんか、あ、それか、提出するときに勝手に変わんのかな。どうなんや。誰かその辺のプロいない？またプロを求める。わかる人おらん？どなたかいませんか？とりあえず201ピクセルは1ドットなので、256×256個の光の点の集まり。なるほど。で、ほんでどうしたらいいの？なんか分からん。紙でね、書いて提出するパターンもあると思うけどさ、そうじゃないかな。どうしようと思ってるわけ。あ、Windows のペイントね。そういう感じでしょ。でもさ、スマホで書きたいから、うまくどうにかならんかな。まあいいや、自分でどうにかするわ。一回それで出してみて、あ、それは違うよって言われたら、あ、OK っつってまたやり直せばいいし。あ、Excel で作れんの？すごっ。アイコン作るアプリになったの、スマホで。いや、私いつもさ、LINE カメラで描いてるからさ、で、私はそれしか今普段ってか、まあ、使ってないっていうのと、一番使いやすいなって思ってるから、そう、それで描いて提出しようと思ったの。でも一回それで描いて提出してみりゃいいのか。それで通ったらラッキーやし、ちゃうよー言われたら OK っつって直せばいいもんな。やってみよう。審査っていうか確認があるねんて。じゃあだから PC でパソコンで作れないの、いや、作ったことない人が言う話なんだけど、それは、いや、作れないのさ、あのやり方わかんない、やったことないから。困ったなあ。あ、そうだった、父がいるわ父に聞くのが一番あの聞きやすくて具体的で
あの、分かんなかったら何でもやってくれそう。そうだった、父がいたわ。ああ、お父さんに聞いてください。大正解、それが正解やった。ピクセルなんてもう初級やろな多分。パパさん有能すぎやって、イエーイ。マジで何でもする。それをさ、なんかさ、だるーみたいな、だるーみたいな言わないのがさ、偉いなって思うね。スマホのお絵かきソフトだと作りにくい。そうなの。そうなん。でもさ、ほら、私のスマホで見てるって、このアバターめちゃくちゃちっちゃいけど、タブレットとか大きなパソコンでもし見てる人がいたら、そっか、アバターも大きいもんね。そっかそっかそっか、なるほど、 OK、 理解した。まあ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 、楽しみにしといてください。お楽しみにってことで、そろそろみんなも眠くなってきたところで終わろうと思います。あ、私読み違えてた。あ、スマホの画質が悪いのかと思ってた。あ、画質が、あ、いいんだ、いいんだ、なるほど。ってそうだよ、おやすみでいいんだよ。おやすみはどうかと思うけど、おやすみでいいんだよみんな。今来たとこは確かにそうかもしれへん。えへへへへ、ではとりあえずランキング読みます。13位プニプニさん、12位マッキーさん、11位BPM1883、 10位シカヒロシさん、9位ヤマちゃん、8位シカモニカさん、7位奈良シカ子さん、6位ミヨンさん、5位ザッチくん、4位ヒカルくん、3位バタヤンさん、2位がヨシアキさん、1位がトンちゃんでした。皆様ありがとうございます。ミーキのファンの方が3名かな、3名もランキングに入っておって、他にもいらっしゃいます。わざわざありがとうございます。きっと他の NMB のファンの方もいらっしゃるかと思いますが、いや、全ての皆様に感謝でございます。ありがとうございます。配信で目が覚めて眠れ真顔で眠れ。はい、みんな寝てください。みんな、はい、もう寝て、はい、寝なさい。あ、でも私もつまり寝起きだったから、ほぼ眠かったけど起きたから頑張って風呂に入ります。んじゃ、お仕事の人は頑張って。バイバーイ、おやすみー。